さらさん上智大学行ってみたいと思います。今日の長文は空小授10問全て行ってみたいと思いますので頑張っていきましょう。サメさん、説問指示の一読をお願いします。サメさん、まずは空所11番でございます。で、皆さん選択肢こちらでございますからね。で、第一段落を一読していただいた後、検討していただいてもよろしいでしょうし、今見えているこの辺りですね、そこまでいけば確定できるかと思いますので検討をお願いします。サメさん、写真の展示会と書いております。で、お父さんをうにゃうにゃする展示会ということですね。で、皆さん、そのタイミングで選んでいただいてもよろしいでしょうし、皆さん、第3段落に飛びますが、お父さんと展示会、ここを皆さんヒントにしていただいてもよろしいかと思います。そうすると皆さん、ポートレイ、うにゃうにゃを描く、これと言ってることが同じ選択肢が一つありますよね。そうです、選択肢の D のデピクト、うにゃうにゃを描く、まさにポートレイと言い換え可能でございますので、選択肢の D が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて空所12番でございます。第2段落を一読していただいた後、検討をお願いします。皆さん、これ空所の右側の表現と合わせて熟語でバッチリですね。そうです、選択肢の I の take ですよね。 take care of、 うにゃうにゃの世話をする、面倒を見るということでよろしいかと思います。ですから正解は I ということでバッチリです。さあ、続いて空所13番でございます。第3段落を一読していただいた後、検討をお願いします。皆さん、これは空所の右側の The Floor、 この床につながる選択肢ですね。ときたら選択肢の J ですね。 Vacuum、 掃除機をかけるんですね。ですから空所の右側の床とぴったりでございます。ですから正解は J ということでよろしいかと思います。では、また続いて空所14番の検討をお願いします。皆さん、これは空所の右側にですね、背中と書いてますね。そうです、赤ちゃんを自分の背中にうにゃうにゃするときたら、皆さんおんぶがイメージできそうですね。となってくると選択肢の C、 キャリーであれば運ぶ、つまり子供を自分の背中で運ぶ、そこから皆さんおんぶするということで選択肢の C、 これでよろしいかと思います。では皆さん、続いて空所15番の検討をお願いします。皆さん、これ空所の右側に人がいますよね。さらにその右側は動詞の原型で、この語法を取れる選択肢と言われたら一つに決まりますね。もちろん選択肢の E の help ですよね。そうです、 help の目的語は人間で、さらに後ろ保護ですが、動詞の原型を置けましたね。ですから文法語法上バッチリでございますので、正解は E ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第4段落でございます。ここには設問が絡んでいないので一読だけお願いします。では皆さん、最終段落でございます。まずは空所16番、検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空所の右側に such as、 具体例を示す表現がありますよね。で、おそらく皆さん、この四角括弧でくぐったところ、このあたりをヒントに考えていただいたかと思います。もちろんこの出だしの happy days、 これでもいいんですが、空所17番の右側、子供たちを公園のブランコでうにゃうにゃさせる、もしくは空所19番のところ、後でもちろん考えるんですが、うにゃうにゃアップチルドレン、このあたりと言い換え可能な選択肢が見つかっているかと思います。そうです、正解は G ですよね。 Parenting、 直訳すると親になることなんでしょうが、育児ということでもございます。ですから、先ほどもお伝えした通り、公園のブランコに子供たちを点々点、もしくは空欄19番プラスアップチューデン、このあたりと言い換え可能ですよね。ですから正解は G ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空所17番ですね、検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空所の右側でいけそうですね。公園のブランコで子供たちを点々点と言われたら H のプッシュですよね。そうです、皆さんイメージ湧くかと思いますが、子供を後ろから押すんですね。
ブランコで遊ぶ様子とぴったりでございます。ですから正解は H ということでよろしいかと思います。さあ続いて空所18番、検討をお願いします。皆さん、これは空所の右側アウトとセットで、あの熟語ですよね。そうです、選択肢の F の Leave、 それを使って Leave Out、 うにゃうにゃを省略する、これは皆さん熟語の知識で F よろしいかと思います。では皆さん続いて空所19番の検討をお願いします。皆さん、これも空所の右側のアップとセットで熟語ですよね。そうです、選択肢の B のブリングですね。 Bring up、 うにゃうにゃを育てる、その熟語の知識の確認ということで B で正解でよろしいかと思います。となってくると残った空所20番は A ですよね。 Becoming parents、 親になる、もちろん意味的にもバッチリでございますので正解は A ということでよろしいかと思います。それではお疲れ様でございました。先ほどの空所10問題ですね、それを改めて振り返ってみたいと思います。皆さん、タイトルにも書きましたが、我々はどういう思考プロセスをたどって正解を導いているのか。無意識かもしれませんが、まずは我々は括弧1番、単語とか熟語とか文法、まずは知識で解けるんじゃなかろうか、そういう側面から多分見てるはずですよね。でそれでいくと括弧あ、 take care of、 うにゃうにゃの世話をする、そして括弧い、 leave out、 うんたらかんたらを省略する、で括弧うの bring up、 うんたらかんたらを育てる、という感じで熟語の知識で解けましたよね。でそういう知識で解けないなと思った時がこの括弧2番ですよね。それが内容把握問題。じゃあそれはどうやって解いてますかと言われたら、皆さんは空所前後の語句、そして選択肢を眺めて比較検討してるはずですよね。で、括弧あ、空所の前後の portray、で選択肢の depict、 これを見かけた時に、ああ、depict 正解だと思うはずです。じゃあ皆さん、頭の中で何が起こったんですかということですが、 nearly equal、 つまり言い換えられてるなと判断するからそれが正解だと確信が持てるわけですよね。ですから括弧い、空所の前後にブランコに乗る子供を押す、そして bring up children、 子育てというような話を皆さん我々は理解しますよね。でその後選択肢を見ると、おー、 parenting、 親になること、おー、子育てかと、その直後に言い換え可能だというふうに我々は認識しているはずでございます。ですからやっぱり言い換えを成立させてるんですよね。ですから結論はこちら、空所前後の語句、そして正解ではなかろうかという選択肢を見て nearly equal を成立させる、そうするとそれが正解になるんですね。引いては合格につながります。ですから限られている制限時間の中で効率よく解いていく、そのためにもこういうプロセスをたどっていただきますとよろしいかと思います。もちろんこれは上智に限ったことではないですからね、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で念のためスクリーンショットをする方はどうぞということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。